さあ、今ね、宇宙にやってきました。惑星それぞれの位置はリアルタイムの位置ということで、ここにね、太陽系最も外側の惑星、海洋星、天王星、土星、木星があって、内側にはね、岩石の惑星があります。結構地球と火星が近い。そして、金星があって、水星がこんな近くを回ってると。ボイジャー2号がね、ここまで行っちゃってるってことで、ちょっとここ行ってみましょうか。ボイジャー2号。 光が全然届かないんでほとんど見えないんですが、太陽系がここ。おー。やっぱりね、かなり遠くまでやってきたと言っても、まだまだね、宇宙は広いですね。午後正午ね、宇宙関係のいろんな動画を作ってる中で、 太陽系のいろんなね、シミュレーションっていうの非常に興味があります。そんな中で、もしブラックホールが太陽系に出現したらどうなるのか、太陽系の中にね、ブラックホールを出現させてやろうと思います。もしも太陽系の中にブラックホールが出現したら、様々な天体たちはどうなるのか、早速ね、やっていきたいと思います。太陽これです。おお明るい。めちゃくちゃ眩しいな。じゃあ早速、 この太陽を、例えばね、太陽の半径を半分にすると。もしね、太陽の半径が半分になったら地球はどうなるのか。地球、地球、地球。シミュレーション速度をめっちゃ速くして、特にね、公転周期とか自転周期は変化がなく、あれハッブル宇宙望遠鏡がなんかとんでもない方向に行っちゃったな。平均気温がね、めちゃくちゃ下がってる。 7.5度ぐらい。最低気温もマイナス70度。太陽のね、半径がね、半分になると、地球はね、どうやら、冷え込みますね。じゃ、一回止めて、質量そのままで半径半分にしたところ、表面温度がね、上がりましたね。約ね、8000度。密度が高いんでね、温度が上がってきた感じです。じゃ、半径を、さらに半分にしてみましょうか。シミュレーションスタート。 おっと、表面温度さらに上がった。赤い太陽、黄色の太陽はなくなり、色はね、青っぽくなってきた。平均気温はあまり変わらないですね。通常の太陽の25%のサイズなので、そのね、10分の1のサイズ。あ、平均気温は変わらない。 と、太陽のサイズが小さくなっても、その分放出するエネルギーが多くなってるんで、地球に届くエネルギーは変わらずに、平均気温は変わってないっていう感じなんでしょうか。じゃあさらに、太陽の半径を、半分、この半分にしてみましょうか。半分。密度がね、もうとんでもないことになってきた。あ,あ、まだね、恒星でいられるんですね。じゃあさらに半分。さらに半分。半分。 おー、半分。半分。めちゃくちゃ太陽凝縮できる。おー。あ <laughs> ボタンを押しすぎて太陽がね、ブラックホール化しました。この時じゃ太陽系はどうなるシミュレーションをね、加速していきましょうか。さあ、天体の動きは。おー、全くね、変化ない。 太陽がブラックホール化した時の地球は、あ、平均気温はね、どんどん下がっていき、地球はね、完全に凍りつきましたね。太陽がブラックホールになると、日本が凍りました。ただ、太陽がね、ブラックホール化しても、特にね、惑星軌道に影響はありません。太陽の半径を小さくしただけで、重さ自体は変わってないので、発生する重力のトータルのね、大きさっていうのは変わりません。 なので、惑星はいつもと変わらずね、通常運転を続けるっていう感じですね。じゃあね、もしこの太陽ブラックホールの重さがね、2倍になったらどうなるのかってちょっとやってみましょうか。質量を2倍にしてみましょう。2、太陽質量。これでね。おっととっ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 と,と。地球、地球軌道見てください。ほら。ぐいっとね、金星軌道よりも内側に入って、水性軌道まで接近し始めた。 地球とね、月が分離しましたね。太陽ブラックホールの重さが2倍になった瞬間、月とね、地球はね、お別れしました。結構安定してますね。木星がね、だいぶ近寄ってきましたね。ほら。さらにね、土星まで軌道がずれている。太陽系全体がね、小さくなり始めた。じゃあね、ついにね、太陽の密度を10倍にしてみましょうか。一旦停止してね。じゃあね、太陽の質量をね、10倍太陽質量にしてみましょう。シミュレーション開始。 おっと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 おおすごいあらゆる天体が太陽の方に落下し始めている中心部がねめちゃくちゃ密になってきたさあもうちょっと加速してみる木星がねここまで来たのと土星もね落下し始めている天皇星王星海洋星もねすごい勢いで太陽に向かい始めた加速カリスとガニメではねあさっての方向に飛んでいきますね加速加速加速太陽周辺はね 非常に混雑してますね。地球はここ。太陽質量を、太陽の重さ100倍で、太陽の質量が100太陽質量になったら、金星がぎゅっとね、太陽の方に引き寄せられてますね。あ、やばい、金星が。おおめちゃくちゃ近くを周回している。月エウロパフォボスがね、急速に太陽に近づいてますね。そしてジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡はね、 こんなところにあって、地球はね、どっか行っちゃった。地球どこだ地球ここ。加速してみましょうか。あっと、ジェームズ・ウェップ、<laughs> ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡が太陽系の外に弾かれた。完全にあさってを越えて、しあさっての方向に飛び始めた。 ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡はね、地球の近くから宇宙の最果てを観測するのではなく、自らね、宇宙の最果てに行こうとしている。<laughs> 太陽系の質量が100倍になったばかりに、ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡は、自ら太陽系の果てを目指し始めましたね。さあ、他の天体は大丈夫かもうちょっと加速してみよう。おっとおっと、何か、水星が、水星がものすごい勢いで、金星と、 あ、地球も地球。<laughs> やばいやばいやばい。いろんな天体がね、すごいスピードで太陽系から離れていく。もともとね、太陽系中心にあった太陽がね、ブラックホールになり、そのブラックホールがね、100太陽質量になった瞬間に、天体はね、宇宙のあらゆる方向にね、向かって飛んでいきますね。これもしかしたらこのままね、地球はね、別の構成にたどり着くかもしれませんね。<laughs> 地球はね、現在、 ここですねあった太陽飛ぶ衛星 <laughs> 地球がね太陽飛ぶ衛星になりましたねいやーやっぱりね太陽はねブラックホールになっちゃダメですね地球の近くにブラックホール出現させたらどうなるんですかねここに地球があって地球は美しいハップル中望遠鏡がねすぐ近くにあってそのね地球のすぐ近くに太陽質量ブラックホールがねここにね 現れるとじゃあシミュレーション開始さあ軌道に変化はあるのかなあ特にね変化はいや待てよ地球がね吸い寄せられている地球はハッブル宇宙望遠鏡もろともブラックホールにね接近してきましたさっきまで距離が近かったハッブル宇宙望遠鏡と地球の距離が離れ始めたんですけどこれがねまさに超積力でこことここの短い距離でも重力の差がねめちゃめちゃ 大きくなる。どんどんブラックホールに近づくと、この重力の差はね、大きくなって、スパゲッティのように引き伸ばされる。スパゲッティ化現象っていうのがあるんですけど、単純にブラックホールからの距離だけでね、重力の差が現れて、引き伸ばす方向に力が働いちゃうってことで。あー、ハップルがブラックホールに、宇宙望遠鏡でちょっと戻っていって、地球に衝突した。望遠鏡はね、地球に衝突し、さあ、 地球はね、太陽系から消えました。あれ、太陽がどっか行っちゃったなあ見てくださいこれさっきね1太陽質量のブラックホールを出現したんですが2太陽質量になってるってことはブラックホールはね太陽を、ね、吸い込んで成長しました結論が出ました 太陽をね、ブラックホールに変えても大きさがそのままならね、特に影響はないと。地球はね、凍えるだけですね。あと、地球の近くにね、太陽質量のブラックホールが出現しても、ブラックホールはね、太陽と地球を吸い込むだけで、あとはね、通常運転なので、特にね、影響はないですね。 宇宙にね、ブラックホールが一つ余分にできても、構成系自体は破壊できないということで、太陽質量ぐらいのね、ブラックホールでは、巨大な宇宙を何も変化できないということで、改めてね、宇宙の広大さを実感することができました。ということで、この動画面白いと思ったらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また、午後正午、インスタグラム、ツイッターでもね、情報発信しています。そちらもフォローよろしくお願いします。日本ゲーム情報、午後正午、ありがとうございます。